これフィッシュセールさん、はい、であの本当はなんか釣った魚をオークションっていうあれやったんやけど、はい、まああのこれはもう全く俺関わらんで、はい、あのこうやって分かるかな、魚自分の魚を売っていく感じ、うん、出てこんね、まあこういう感じで、はいはい、落札されましたってなんねんけど、結局そのあの即決で売ってるんよ、はい、で即決で売ってて、あのまあ今先しかしてないけど、はい、まあ、この後いろいろちょっと出していこうかなと思って、うんうん、でこれ発送がね2日以降10日以内なんで、はい、だから俺ら忙しかったらできへんから、うん、一応まあ10日間の余裕を見てんねやんか、うん、あと一割切らしてたりする時もあるから、はいはい、養殖やからまあ言ったら常にあるはあるんやけど、結局、まあ、数が減ってきてから持ってくるやんか、その時にちょっと誤差が出るから、はい、で大体1日に30組ぐらいしかできへんやん、忙しいから。そうですね、うん、だからまあ1日も、きっちりその俺が手を抜かん量、手抜くっておかしいけど、はい、きっちり俺ができる量じゃないとちょっと無理やからっていうので、1日30組限定で、はい、まあ、今のところで多分今週いっぱいはもう入ってるん違うかな。あ、もう全部、うん、全部埋まってるってことような感じの話は言ってた。でまあ、あのこの先、まあ、一応、俺の、ね、友達、その魚屋さん友達、はい、言ったらその洲本式の公認取ってる人、はいはい、であの東君っていうあのジョリンさんっていうのがおんねんけど、あの人らはもう、はい、ここで入れてくれるって言ってるから、ここの中で魚屋さんを増やしていけばもっと魚種が出てくるやん、はい、そこでこう見た人がいろんな魚買えたらいいなと思って、うん、まあ、今これ養殖やけど、もちろんこれ俺も天然も持ち込んでいくから、はい、いいのがおれば、はい、うん、だからいいのがおる時だけ限定で、だから多分みんなもそうやってやっていくと思う。だから変な魚出さへん、あ、もういいやつだけ、いいやつだけ出さよ。ただやっぱりその魚やし中が分かれへんから、その身がね、はい、うっ血してる時もあるのよ、もちろん、うんうん、もちろんそうです、ね、そういう時だけちょっとやっぱりそのね、あの言ったら返金とか多分対応はしてくれると思うんやけど、はい、まあ、そういう時もあるから、はいはい、まあ、でも多少の血はね、うん、もうちゃんと見てもらわんといかんねんけどな、はい、うん、まあ、そんな感じでいろいろやっていくつもりやから、オークションのないフィッシュセールでもこの正直釣り人が出すっていうのは難しいと思う。あれもプロの仕事やもんね、やんのが、うん、だって梱包やら箱はいる、氷はいる、うん、で、あの処理を言うたら俺らがするわけやから、結構やっぱ難しいと思う。なんかもうその辺は全然俺、あのノータッチ、うん、で、もうあの自分の魚を出す、で、仲間の魚を応援するような形にする、はい、はい、うん、そんな感じですですね。
っとラーメンか。行くよ。行くよ。行くよ。
今俺扱ってる先やん、はい、この先で宮崎県の先で、はい、あのまあ、島の浦で養殖されてるんだけど、はいはい、この先をあの名前をつけていこう、名前つけて、うん、そうそう名前をつけようって、だから名前ないねんこれ、あ、はい、確かに、はい、勝手に名付けてるけど、はい、名前がないから、はい、その名前をインスタで募集しようと思って、はい、で、まあ、あの俺とか、あと日野とか、はい、この辺でこのインスタの何コメント欄、DM じゃなくてコメント欄で名前書いてもらって、はい、で、それでみんなのコメント欄でみんな見れるやんか、見れますね、あの日野やらも見れるやん、はい、それで見て、それで決めて、はい、決まった人は先に引きプレゼントしてくれるっていうんですけど、はい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 、でやっていこうと、いいっすね、名前を決めるということで皆さんお願いします、はい。